あれや。えい。入った入った。なんだめちゃくちゃうまいぞ。はいどうもチートンです。今日は友達からスズメバチの巣を駆除してほしいという連絡があってはるばるやってきました。その友達曰く畑で遊んでる子供たちが刺されたら困るということで、まあ確かにそれは大変だ、食べたいなと思いまして巣ごともらうことになりました。ということでスズメバチの巣を取っていく。まずはね、状況というか巣を探していきましょう。一応ね、この畑の周りの何かの隙間に巣を作っていると聞いてるんですけど、こういうとこ怪しいですよね。こういう壺の隙間とかこういうところから地面に向かってオオスズメバチが巣を作ってたりするんですよね。ただまあ音もしないし出入りがないんでここじゃないな。おお、飛んでる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 、いやてかいっぱいいる。おーおーおー、危ない危ない危ない。今ここでめっちゃ出入りしてました。この木だ、木のウロを使ってスズメバチが巣を作っています。枯れた栗の木ですね。これはちょっと回り込んでみましょう。うわー飛んでる、怖っ。めっちゃ暴れてる。いる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 。うわめっちゃ飛んでるじゃん。うわ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 、これだ。ここに巣穴見えますね。おそらくこれがメインの巣穴なんですけど、裏から見た時に穴が開いていたようにこの木全体が巣になってますね。これバカでかいかもしれない。オオスズメバチかな。これはモンスズメバチですね。お尻の模様が少し波打っているのが特徴です。厄介だなこれ。普通のスズメバチだったら夜に来ればほとんどね巣穴に入っておとなしいんですけど、モンスズメバチだけは夜間も飛ぶ蜂なんで、これはちょっと難儀するかもしれません。ちょっと手助け必要だな。これヒロポンさん呼んでみようかな。呼んだら来てくれるか、アポを取ってみます。ヒロポンさんが来てくれました。お疲れ様です。チートンさんは僕に食料を恵んでくださるパパのような存在です。よろしくお願いします。おーちゃんさん、お久しぶりです。お久しぶりです。おーちゃんさんの力も借りてやっていきたいと思います。やりましょう。そして絶対領域に虫があるぴょんちゃんです。はじめましてチートンさん、はい、お願いします。友達さん、今日ははるばるありがとうございます。いいものがあると聞いてきましたよ。頑張って撮りましょう。お願いします。はい。おこれはね、友達さんが持ってきてくれたやつなんですけど、エンジンなのでもし夜間になる場合は僕が準備したペンキのチェーンソーでスズメバチを制圧した後に木を切り倒して巣ごと持ち帰ろうと思います。この辺のラップなんかはね、この綿を使って巣の穴を閉じた後にぐるぐる巻きにして絶対にスズメバチが逃げないようにしようと思っています。そしてドリルですね。これで木の上の方に穴を開けて巣の上の方からこの液体窒素を流していこうと思います。あとこの電撃ラケット、海外製のやつで日本製と違って保護面がないんですよ。なんで直接電撃ネットに触れることができます。めちゃくちゃ危ないんですけど、その分威力がすごいです。スイッチをオンして、あって、すっげー飛んできた。目に飛んできたぞ今。破片が飛んでくる。うわー、これ海外製で多分電流もめちゃくちゃ強いです。これだったら飛んでるスズメバチにポンと当てるだけで落ちてくれると思うし、防護服についた蜂なんかもポンポンポンと当ててあげればこうやって落とすことができると思います。強力な武器です。仕事で使ってる掃除機なんですけど、ゴミが入るところを透明の板に変えてスズメバチが入った様子が見えるようにしておきました。これでね、スズメバチの巣穴に当てがってどんどんスズメバチを吸って個体が減ったところで紹介したアイテムを使って制圧していきたいと思います。早速準備が始まりました。これを蜂の巣の出入り口にぶち込んで蜂がね出入り不可能にして密封してしまおうという作戦です。ヒロポンさんが約5万円もする防護服を貸してくれました。完璧な防護服です。空調付きで体を中から冷やしてくれます。していきましょう。さあ始まりました。液体窒素を運んでいます。行きましょう、ホモサプさん、ヒロポンさん、キンさんさん、穴塞ぎます。えい、あ、やばい、崩れた。やばい、また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 、渡す、渡す、これ、渡ってみましょう。脆いわ、脆い。いい感じに塞げてますね。綿がいいっすね、綿が。これで蜂は出てこれないんで。かわいい、ヤモちゃん、ヤモちゃん、退避しろ、逃げろ。モンスズメバチが夜おとなしくて助かりました。意外とすんなり行けましたね。死にました。どんどん叩いて出てこなければ。そうだね、叩いて出てこんかったら完全密閉できたことになる。大丈夫そうですね。あ、やばい、来てる。綿を押し抜けてきた。ラケット班頼みます。もう掃除機しちゃう。掃除機やります。掃除機が来た。はい、大丈夫ですか、チートさん。大丈夫です。出てきた。入ってる入ってる。あ、ごめんなさい。あ、やばいやばい。あれ？あれ？うわ、開けちゃダメだこれ。いや、動いてる動いてる動いてます。ほら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 。オッケーオッケー。よっしゃ、吸えてる吸えてる吸えてる。はい。あ、こっちも出てきた。めっちゃ出てきた。看護がいいな。看護がいいな。
やれヒロポン、ぶち壊せ。木が倒れる、ヒロポン倒れる。ハッスルしすぎだヒロポン。あ、ここから出てきてる。ちょっとここ臭いです。めっちゃ捨てます、めっちゃ捨てます。だいぶいいんじゃないですか。もう出てこないじゃないですか。ちょっと吸い出すポイント変えてみます。多分熱いのここですね。なんかどっかが取り出てきた、出てきた、やばいやばいやばい。あ、そっから上から出てくるんだ。あ、出た入った、あら出てこい、行った。そういえばあれだ、左手まだ骨にヒビ入っとんだった、忘れてた。入った、落ちた。お、入る入る、お、入る入る。面白いっすねこれ。お、入る入る。あ、もう出てこなくなる。見だらしましたかね。出てきてる。こっち、こっち来てます。こっち。そっちが出てきて、あ、じゃあそっち行きましょう。うん。今度出てこないっすよね。見だらしましたね。あれ、意外と少ない。意外と少ないっす。じゃあ次のフェーズに移りましょう。入りました。だいぶいるわ。うわー、やばい。入った、入った。モンスズメバチ一掃しました。ちょっと濡れてるのはモンスズメバチの毒液ですね。今木にラップを巻いて液体窒素の効果を倍増させようとしています。ぐるぐる巻きにして上から穴を開けて液体窒素を流し込みます。ここから吸うのをどこに開けましょうか。ここがどうなってるか。あ、これ開いてるな。もう開いてるかもしれない。この都合のいいな。やばいやばいやばい、やばいやばい。もう蜂の巣直通ですねこれ。じゃあ液体窒素入れます。いけ、ちょっとずつ、ちょっとずつ。一回下ろします。ホース凍っちゃうわ。ホース凍りましたね。ただ折れちゃいますこれ。あー、すげえ。液体窒素をぶち込みます。いけ、死ねー。マジやった、えぐ。何した、何も見えん。何もわからん。どうなってんのこれ。見えん、何も見えねえ。うわすごい。結構これ隙間空いてますね。あー、いろんなところから漏れてますね。隙間空いてるわ。穴という穴から冷気が漏れてます。あー、この辺からもね、漏れてます。すごい光景だなこれ。下からも漏れてる。いろんなところに穴が開いてるんですね。いきます。えいっ、うわー、うわー、爆発。気持ちいいこれ。いや、マジ気持ちいい。涼しい。神秘的だし最高。夏休みの遊びとしては最高すぎる。パリパリ言ってるもんこの辺。やべえ、凍ってる。うわー、なんかオーロラ見てる気分になってきた。いやー、すごい幻想的だわ。アイススノーだわこれ。すごい残酷やけど幻想的だね。クレの木が凍ってパキパキ見えます。あ、ここにも巣がありますね。一体どれまで巣を広げたんだこれ。続々と液体窒素をぶち込んでいきます。まあ液体窒素なんてただの窒素ですからね。蒸発したらただの空気ですよ。ゲーゲーゲー。なんて幻想的なんだ。完全に木が凍ってます。チェーンソー入れますか。そうですね、もうやっちゃいますか。チェーンソー行きましょう。中から噴射してますよほら。うわ、すごいすごいすごい。受動で起きてる火事みたい。その真逆ですけどね。じゃあチートさんお願いします。凍ってません。一回さ、はい、思い切りハンマーでぶったたいて、ぶったたいて折ってみます。俺の恨みを込めて。終わりや、終わりや。いけそう、折れそう。みんなでお猿さんみたいにしたらさ。そうっすね、ちょっと引っ張りながら。あ、いけるいける。うらりゃー。あー、すごい、これそこまで穴開いてんだ。あ、木が冷たい。夏の抱き枕。木が凍りました。中まで凍ってそうだね。丸ごと凍ってませんこれ。あー、かて、熱い。ちょっと水分補給しますか。これは続かんわ。これで取り出せるわ。あそこに巣があります。巣盤凍ってるわ。霜が張ってる。みんな見てこれ、あちこちやん。殺虫剤使わずに完封できた。無農薬スズメバチ、これ美味しいぞ。あ、冷たい。カッチコチです。液体窒素成功しました。押しても潰れないぐらいに凍ってます。わー、出てきた出てきた出てきた。ヒロポンさん、ナイスヒロポン。これが一番いいです。吐き戻し液まで凍ってる。お姉ちゃんたちにあげようとした吐き戻し液が凍ってます。お姉ちゃんもろとも凍ってますね。固っ、カチカチやん。やばいっすよこれ。うわー、地中性のやつ。これ2層目、3層目が凍ってんだよな。3層目完全に凍ってます。詰まってる。うおお、中の空間がちょっと細いんで一個一個の巣板はちっちゃめですね。絶対全滅してるわ。まるで時が止まっているかのように全員凍ってます。うわー、2層綺麗に出てきた。もうないですね。1匹残らず凍ってますね。おそらくラス位置が出てきましたね。最後層凍ってます、うん、凍ってる凍ってる。下に氷がついてる。弱冷幼虫凍ってる。しっかり弱冷しか入ってないってことはそれが一番新しい巣板が潰れるんですけど。アイスだこれ。うまそう。ラス板を開けましょう。ういういういぎっしり詰まってる。パンパンじゃないですか。ボールいいんじゃないですか。チートンさん選んでいただいて、こいつもらってっていいですか。どうぞどうぞ。じゃあこの巣板をいただいていきます。キャラだということで、この巣板をねゲットしたんで、これとこのスズメバチの成虫たちを持って帰って調理していきたいと思います。ということで帰宅。
ということで帰ってきたんですけど、めちゃくちゃ元気がいいのでこのままでは何もすることができません。なので一旦冷蔵庫に入れておとなしくさせてから取り出して冷凍締めにしていきます。ちょっと見えづらいですが、スズメバチたちの動きが止まってます。これで安全になっているので蓋を開けてみましょう。動きは止まってますが、これ温まったらすぐ飛びそうですね。すぐに冷凍していきましょう。食べる分だけ生きているやつを入れていきます。何匹かね、死んじゃっているのもいるので、生きてる新鮮なものだけを出していきます。ちょっと触って動けばね、生きてるんで10匹くらい食べれればいいかな。丸まってるのは死んでるんで、体が伸びてるやつらがだいたい生きてますね。動き始めちゃった。危ない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 。じゃあとりあえずね、これだけ冷凍して食べていきたいと思います。ようやく食材が揃いました。さっきまで生きていたスズメバチも冷凍されてしまいました。早速繭を開けて幼虫やサナギを出していきましょう。サナギになりたてがめちゃくちゃ脆いですね。簡単にちぎれちゃう。ブヨブヨサナギなりたて、これ現地で採れたて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。スズメバチの巣はね、真ん中から子育てをしていくので、外側に行くにつれて若くなっていくんで、ほらここね、よくわかりますね。幼虫サナギになりたて、そして色づいてきて出ようとしていたところ、そんな感じです。3、2、1、終了。終わった。巣板の繭の蓋を取り終わりました。そしたらこれを全て取り出してアヒージョにしていきたいと思います。白いサナギたちは丁寧にやらないと潰れるんでね、そーっと慎重にやっていきましょう。ちぎったり潰したりしないようにそーっと取り出していきます。おー、うんぴ出してる。うんぴー。今日の朝ごはん、スズメバチ。この白いのがね、本当にうまいんだよね。幼虫は糞を取り出すのめんどくさいから、少しだけにしとこうかな。ほら、こんな感じでね、エビでいう背わたなんですけど、ここに消化器官があって、糞が詰まってます。ほら、こうやって取り出して、あれ？これは詰まってないな。あ、なるほど。どちらも幼虫ではあるんですけど、下の幼虫はこれ、体の中にうんちが入ってるんですけど、こっちはうんち入ってないですね。これ間もなくサナギになる全幼と呼ばれる状態ですね。うんこの処理する必要がないんで、これを取っていこう。取り出しちゃったのはちょっと処理して食べるとして、この全幼ならね、簡単だな。まあ、こんなもんでいいかな。じゃあね、こっち、スズメバチ取った話をしたら、甥っ子たちがめちゃくちゃね、食べたいって騒いでたんで、これ冷凍して、このまままた取っておきましょう。そしたらね、昆虫食の基本の木、具材を洗って、土や汚れを落としましょう。特に大した汚れついてないんでね、木の中に入ってたものなんで、軽く洗い流して木のクズとかね、土が落ちればいいかなと思います。ほら、木のクズとかね、流れていきました。スズメバチたちが綺麗になりました。今日はね、アヒージョを作っていくんですけど、スズメバチだけだと寂しいので、ちょっとね、具材を買ってきました。はい、こちら立派ですね。エリンギ、そしてニンニク、パセリ、裂けるチーズです。じゃあ具材を少しカットしていきましょう。エリンギはね、軽く石突きのとこだけ切って捨てて、歯ごたえがいいように大胆にカットしていきます。エリンギね、裂いて使ってもいいんですけど、この方向に切ると歯ごたえもまた良くてね、美味しくなります。この辺はね、ちょっと大きすぎるんで、このぐらいのサイズにカットしておきます。そしてニンニク、ニンニクはね、丸ごと使っていきます。ニンニクも下の硬いとこはね、切り落としておきます。ゴロゴロっと入れたいんですけど、油に香りを出す分だけスライスしておきます。ニンニクのスライスしたやつは鍋の中に入れておきます。そしてスライスチーズ、スライスチーズじゃなくて裂けるチーズね、これも一口大に切ります。もうね、爪楊枝で刺して食べれるぐらいの感じがいいですね。もう簡単。これで具材の準備は完了しました。パセリはね、今刻むと香りが飛んじゃうんで、後で刻みます。ファイル。そしたらお鍋にオリーブオイルを注いでいきます。ニンニクの香りが油に入ったら弱火にします。弱火にしたら具材を入れていきます。まずはエリンギ、ドボッと、あっちゃー。そしてニンニク、ちょっと火が強い気がする。アヒージョはね、油で揚げるのではなくて油で煮ていきます。グツグツ煮るんではなくて、コトコト煮る感じですね。もうちょっと火を弱めていきます。うん、いい感じいい感じ。キノコとニンニクをコトコトやっている間に、糞の詰まった幼虫がいたので内臓の処理をしておきましょう。お尻の真ん中ら辺に切り込みをちょっと入れて、ここをプチュッと引っ張ればうんちが取れます。なんかザリガニの要領に似てますね。スズメバチの幼虫が食べてるのも昆虫なんで、気にならない方はこのまま処理せずに食べても大丈夫です。ただね、多少の雑味になる可能性があるので、美味しく食べたい方はね、これを取り除いておきましょう。下処理が完了しました。お、ニンニクに火が入りましたね。そしたらチーズとスズメバチ入れていきましょう。チーズ、これめちゃくちゃうまいでしょ。糞の下処理をした幼虫たち散らしていきます。そして今回メインディッシュのモンスズメバチの成虫とサナギを入れていきます。投入。
いいね。どう見ても美味しそうでしょう。そしたらスズメバチたちにもしっかり火が入るようにしばらく煮込んでいきます。そして休んでる暇はありません。パセリをね刻んでおきましょう。パセリはねいい香り付け、そしてね見た目にもアクセントになるので少し刻んで上からかけるといいです。いい香りだ。パセリのみじん切りができました。いい感じにスズメバチにも火が入ったので、ここでね胡椒、ブラックペッパーで、そして塩を振りかけていきます。なんでこのタイミングで塩をかけるかというと、油には塩が溶けないので具材に直接塩が振りかかる必要があります。なんでね調理の最初に塩を入れても鍋の底に沈んでしまうだけなので、このタイミングで塩を振りかけることが重要です。そして仕上げに刻んだパセリを振りかけて彩りを加えます。はい、夏限定チートン特製のモンスズメバチアヒージョが完成しました。やっと完成しました。灼熱の防護服で壮絶な戦いの中勝ち取ったこのモンスズメバチたち、美味しくアヒージョになりました。大地の恵みに感謝していただきます。今日のお供はサントリープレミアムモルツ醸造家の贈り物、よくわかりません。いただきます。熱々の体にキンキンのビール、最高ですね。早速いただきます。まずはどこから行こうか。まずはエリンギから行きましょう。いただきます。うん、うめえ。いや、いい塩加減だ。続いてニンニク、あ、ニンニクいっちゃダメだな。ニンニクいっちゃうと多分スズメバチの味がわからなくなっちゃうんで、もうねエリンギ食べたらスズメバチ行きましょう。じゃあまずはこの幼虫から行きましょう。スズメバチの幼虫いただきます。うん、うまい。変な臭みとか雑味はなくて、旨味やコクを感じる味です。美味しい。アヒージョの具材として役割を全うしています。普通にありあり。じゃあ続いてね、幼虫食べたんでサナギいきましょう。ちょっとね味が分かりやすいように3匹まとめていきます。モンスズメバチのサナギのアヒージョいただきます。あちっ、うん、なんだめちゃくちゃうまいぞ。何の味に例えたらいいかな。とにかく美味しいことは確かです。旨味とコクがあります。味って舌で感じる味よりも鼻から抜ける香りが8割って言われてるんですけど、その香りがね割と少ないのかな。あ、今食べたのは非常にナッツっぽさがあります。ナッツっぽい香りの中に旨味とコクがある感じ。ただ香りはそんなに強くなくて、舌で感じる味としては旨味とコク、香りは控えめなナッツって感じですね。これで伝わるかな。クリーミーなんだよな。本当に美味しい。誰でも食べられますね。ちなみに踏んだしした幼虫とサナギはそんなに味の違いはないように感じました。続いてモンスズメバチの成虫いただきます。うん、成虫はアヒージョには向かないですね。素揚げと違ってアヒージョはコトコト煮込む感じなんで、外骨格が硬いですね。口の中に残ります。味は美味しい。うん、噛んだ瞬間にカニとかエビのような甲殻類の香りがパッと抜けますね。さすが外骨格が甲殻類と同じキッチン室でできているだけありますね。成虫になると風味がちょっと変わります。幼虫とサナギとは違う風味が入っています。これはこれでアクセントがあって美味しいです。めちゃくちゃうまい。成虫は素揚げにして外骨格をパリパリにしてからアヒージョの中にぶち込むと美味しくなると思います。そこまで手間をかけるかどうか、いや、かける価値はあるかもしれない。だって美味しいんだもん。うん、うま。ニンニクいただきます。うん、うめえ。スズメバチ関係ないけどうめえ。チーズいただきます。おお、ガツンときますね。鼻から抜けるミルクの香り、そして口の中のコク、旨味、最高のバランスです。裂けるチーズとアヒージョの相性抜群ですね。うん、まい。これまたみんなに食べてもらおう。いやー、苦労した甲斐がありました。味は美味しいし、普段取れない栄養が取れてパワーがみなぎってくる感じがします。最高。ということで私チートンはですね、水陸関係なくいろいろなものをね取って美味しく食べることをテーマに YouTube をやっています。ぜひ皆さんこの動画が面白いと思ったら高評価ボタン、そして友達にも下の共有ボタンからぜひ共有してください。そして今後も僕のチャンネルを見たいと思った方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。